これは怪談というわけではなくて大げさになりますが、私がある発見をしたという話です。違う、先頃なんですが、心霊学会というものがありましてね、そこには数学者、科学者、霊能力者というような方々が顔を揃えている。それでいろんな発表をするんですよ。そんな中で25年間ずっとフォルター外相の研究をしている科学者がいたんですが、 こんな発表をしたんです。私は25年間ずっとフォルターガイストを研究してきたけれども、とうとう何もわからなかった。ただ一つわかったことは、フォルターガイストのある共通点です。これはフォルターガイストが起こるどの家にも17歳の娘がいたって言ったんです。これはなかなか興味がある話ですよね。 この時行くと、私、何かでもって調べた時に、何かの本で読んだことを思い出したんですよね。それはね、もう100年ぐらい前の話なんですけども、日本の学者さんがそれに同じようなことについて書いているんですよ。思い出しながら、なんでそうそうだかには言えないんですが、それは日本橋のある老舗で、極屋さんか何屋さんかわかりませんけども、 その家には夜になるといるはずのない男の老人で太い強制の怒鳴り声が聞こえたってするって言うんですよ。その家にはそんな人はいないんですよ。それで時々戸棚が揺れる。勝手に戸棚が開いて皿が飛び出したり割れたりする。すると川越にある町屋さんの家でも時々タンスが揺れるって言うんですよ。 おそらくは飛び出して割れるらしいんです。時にはタンスがそれごと動いたりって言うんですよね。これは間違いなくポルターガイストですよね。それでその本の作者が何て言ってるかっていうと、日本橋の家も川越の家も、庄屋の家も若い娘がいたって書いてあるんですよ。なんと学者がアメリカでポルターガイストについて発表する100年も前に、 同じことは日本でも発見しているんですね。日本にも昔からフォルターガイストってあったんですね。